朝だ朝だ朝日が昇っています、もうとっくに。はい、皆様おはようございます。お元気でしょうか。もうこのね師走で皆さん忙しいんではないでしょうか。もう昨日の28日で御用を納めして、今日はねゆっくり見てるぞという方もいらっしゃるかもしれません。本日はですねこちらです、イングリッシュマフィーンですね。まあこれ焼きゃいいんだろうみたいな、ね、感じではございますが、私昔ですねマックでバイトしたことあるんですね。朝のメニューで、イングリッシュマフィーンっていうのがありましてね、いやそれを思い出したらね無性に食いてえなーみたいな感じで、マフィンバンズ買ってまいりました。マフィンのパンだからマフィンバンズと申します。そしてご用意いただくのは、まあ、ハムですね、あとエッギー、今日はね特別にランチョンミート、まあ、スパム系ですね、あとバターですね、はい、これ用意してみました。それではね早速薬局作ってまいりましょう。はい、まずですね、このマフィンバンズ、開封しましょう。ここね、スコンスコンスコバキンコン缶ですね。はい、そしてね、お粉がね粉っていい粉っていい粉粉がついておりますんでね、まあ、2つぐらいいきますか、お昼ですので。はい、そうしましたらですね、皆さんご存知だと思われますが、ここにね切り込みが入ってるんですね。こういう風にこれをね静かにこうパッコンパッコンパコリーナと、いやちょっとうまくいく自信ねえなっていうことはね、このナイフでね、パッコンパッコンパコリーナとね、半分に、切ってください。こんな感じになります。はい、それではもう一ついってみましょう。切り込みがね、こう入っておりますので、パッコンパッコンパコリーナと、はい、こんな感じでね、全部で4枚のマフィンバンズが、できました。あとはねもうこれ焼いていくだけなんで、早速始めてみましょう。はい、まずですね、フライパンねちょっと熱してあります。そしてですねこの粉粉のついた方ね、これをカッツンカッツンカッツリーナですね、こう並べて入れちゃってくださいませ。はい、カッツンカッツンカッツリーナです。はい、この時ね油とか何も引かないで、OK OK で、ございます。そしてややね、この焼き上がりの目安なんですが、こうちょっと触ってね、おカチカチ感出てんじゃねえかみたいな感じになったら仕上がりになりますので、ね、それまでちょっと焼いていきたいと思います。火の方はね、中火ぐらいでお願いいたします。はい、マフィンバンズをね焼いてる間に、ちょっとね材料の方手配しちゃいましょう。まあ、ランチョンミートですね。はい、パッコンと蓋を開けて、おりゃおりゃおりゃし、はい、こんな感じでね、ランチョンミート缶から出してくださいませ。はい、そうですね、どうやって切りますか。こう長めの厚めでいいですかね。はい、じゃあ2枚ぐらいね、パッコンパッコンパッコリーナと、はい、こんな感じでお願いします。贅沢ですね、かなり。そしてまあ卵は卵、あとハムね、3枚ぐらいねペロロンロンと用意してください。まあ、こんぐらいで OKOK でございます。そろそろね、パンの方焼けた頃ではないかと思いますので、ちょっと見に行きましょう。マフィンバンズですね、はい、ちょっとひっくり返して1分30秒ぐらいですか、中火で1分30秒ぐらいね、それぞれご家庭のね、火力とかねございますので、ね、その辺はねもう多分1分ぐらいでもいいんじゃねえのみたいなね、感じでございます。ちょっとねこう触って、おカッチンカッチンカッチンチンだなみたいなね、はい、カッチンカッチン、あ、いや、オッケーオッケー。これでね、パンのね粉粉の方が焼き上がりました。それではね一回このパンね外してしまいます。ガンガンガガン、この時ちょっと熱いんでね、手とかやけどしないようにね、お気をつけくださいませ。はい、外します。パンをね外したフライパンにバーラーですね、バーラーを投入してください。この時ね、弱火でお願いいたします。ちょっと強いな、あ、バター焦げちゃう、バター焦げちゃう、バター焦げちゃうぞーみたいなね。ただもうそこにですね今度この内側ですね、焼けてない方をねガッツンガッツンと入れてください。いや、昔マクドナルドでバイトした時ですね、朝ですね、すべてのマシンに電源を入れるわけなんですが、なかなかね、そのフル活動するまでに時間かかるわけですよ。で、朝の6時くらいからね、ちょっとマックやっておりましたので、その時は鉄板1枚だけはね、常についていて、その鉄板1枚でね、こんな感じでね、まあこれフライパンなんですが、鉄板の上でこういう感じでね、焼いておりましたので、その辺やってみたいと思います。
はい、バターの上にですね、こんな感じですね、ちょっとまだこうバターついてないんでね、しっかりこうつけて、弱火でねお願いしますね。弱火ですよ。ガツンガツンツリリンコと弱火で、あ、これいい感じですね。こんな感じでもうバターしみりんこしみりんこですね。これさっきのやつどうかな。あ、ちょっとまだねこの辺甘いんで、もう完全にバターがしみりんこねするぐらいお願いいたします。お、これももうちょいですね。はい、しみりんこしみりんこと、はい、これいい感じですね。はい、いい感じのやつはねちょっともう外しておきましょう。はい、こんな感じでねとか避けといてください。でもね、バターもうすぐねカチンカチンに焼けますのでね、はい、こんな感じでこう必ずね、こういう風に、重ねてね、バターで手が汚れないような感じでねお願いいたします。お、あ、ちょっとついちゃったなバターな、うん、はい、もうこれもよろしいでしょう。こんな感じで、はい、これはどうかな。あ、この端っこのところまでですね、バタージュンジュンジュジュンジュジュジュンジュンタですね。はい、ジュンタ君お元気ですか。あ、ジュンジュンジュジュンジュジュジュンタと、はい、はい、こんな感じでねもうよろしいでしょう。はい、そうしましたらここにですね、あとハムとかスパムね焼いていきたいと思います。はい、まずスパムいきますかね、ちょっと残ったバターでね、スパムスパムスパム先生ですね、焼いちゃってください。はい、そしてハムハムハムリンコですね。まあ、ハムまとめてね重ねちゃって3枚ぐらいねいっぺんに焼いちゃって OKOK でございます。はい、それではね、ハムとスパーム先生がね、焼けるのを待ちたいと思います。おっと、その前に目玉焼きですね。目玉焼きを作んなければなりません。はい、目玉焼き失敗してしまいましたがね、軽くねお塩ね、スパームにもお塩、ハムにもお塩軽くですね、もう 0.5 パーぐらいでいいですよ。はい、そうしましたらガンガンガガンブラッキーですね。ブラッキーぼやっきーブラッキーペッパーが入りました。はい、こんな感じでね、いかがでしょうか。あとはね、頃合いを見計らいながら、あ、もういい感じで焼けてますねスパーム先生。はい、ハムの方もねいい感じで焼けております。はい、どうだ。はい、スパーム先生いい感じで焼けております。それ目玉焼きはちょっとね、焼けないのでちょっと蓋をしてね、この黄身がね焼けるのを少々お待ちいただきたいと思います。蓋をしてね1分ぐらいですか、弱火で1分ぐらい、もうこんなもんでねいいんじゃないでしょうか。はい、もうスパーム先生とねハーモス先生はねもう焼けております。はい、それではね盛り付けに入りたいと思います。はい、まずですね、このマフィンバンディですね。マフィンバンディパコンとねこのバターで焼いたとこね、パコンとバターで焼いたとこ、ここにね、まずスパーム先生ですね。スパーム先生いきますか。あ、これ1個ぐらいでよかったですね。かなりごめんはみ出ちゃうんじゃねえのこれね。ね、あ、でかいっすね。まあいっかみたいなね、こんな感じでお願いします。そしてハーム先生です。ハーム先生ね、ハーム先生の上に目玉焼き、あ、ちょっと危ねえな、ちょっとスパチュラでいきますか。スパチュラでね、はい、スパチュラでガツンガツン、あ、この半熟ぶりがねちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、ハムの上に、いや懐かしいですね、このマックの朝定モーニングセットイングリッシュマフィン、イングリッシュエッグマフィンですね。よく作りましたよ。もう今はもうちょっと簡単にね作ってると思いますが、昔はねもう青春時代18歳の時ですよ。私がもうマックでバッカンバッカン朝ね、はいもちはいもちはいもち、イングリッシュマフィンできましたみたいなね、感じでやっておりました。そしてね、ちょっとね、豪勢にお野菜でも入れますかみたいなね、乗っけちゃいますか。はい、乗っけて乗っけて、レタスですね乗っけて、はい、蓋をパッコリーナですね。はい、蓋をパッコリーナ、はい、これで完成でございます。それではねテーブルの方に運んで食してまいりましょう。うまそう。はい、それではイングリッシュマフィン歓迎ですね。はい、こっちがイングリッシュエッグハムマフィン、こっちがイングリッシュスパーム先生マフィンですね。はい、ちょっとねこっち黄身がボロボロってちょっと口の間にこぼれちゃいそうなんでね、先にスパーム先生の方からねいただいてみたいと思います。おー取りにくいな、いやちょっとこれスパーム先生入れすぎましたね。それではいただきます。もうスパーム先生出てきちゃいますよこれ。このスパムの辛みとこのイングリッシュマフィンバンズに染み込んだバターのまろやかさですね、そしてレターシーがこれまたねいいシャキシャキ感出すんではないでしょうか。いただきます。スパーム先生おっちゃいました。これはまたあとね
挟んで食べて、あっ、熱い、うん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 、やっぱ両手でこう掴んでね、食べないといけないんではないでしょうか。うん、うん。ちょっと勇気を出してね、この目玉焼きの方をね、いきます。ハムと目玉焼き、マフィンバンズですね。いただきまーす。うん、うん、あ、いやー、うん、これだ、これ、うん、うん、うん、懐かしいじゃありませんかね。え、うん、学校行くまでの間ですね、マックでバイトして、でそこでね、自分でお金を出してまた買わなくちゃいけないんですね、マックね、あの頃は。今はどうだか分かりませんが。でね、モーニングセット食べて、電車に乗って学校に行ったものでございます。この味だね。え、うん、いただきます。うん、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 最後、最後ですね。うん、あの頃はソーセージマフィンなかったもんな。うん、エッグマフィンっていうのはただのね、卵が入っただけで、ソーセージ、あ、ソーセージ、ハムエッグマフィンかな、なんかそんなような、こう、確かハムが入ってるような気がしたんだけどな。うん、いただきます。うん、おいしい。うん、懐かしい。うん、うまい。うん、コーヒーが欲しいぜ。うん、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 コーンポタージュもうまかったな。うん、うん、うん、あとこのマフィンバンズのね、このトウモロシ粉の独特のもちもち感っていうんでしょうか、うん、これが最高、最高、最高ですね。うん、うまい。はい、それでは本日も最後で無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、イングリッシュエッグマフィン、ん、イングリッシュマフィンの作り方、これをね、動画にしてみました。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。いや、年のせい、皆様何かとね、忙しいと思われますが、体調にはね、十分気をつけて、美味しいもん食べて、新年を迎えてくださいませ。それでは失礼いたします。うまい、最高、イングリッシュエッグマフィン、スパーム先生も最高出ちゃったけど、失礼します。